はい、定刻になりました。第7回学術会議任命拒否問題野党合同ヒアリングを開催をさせていただきます。今日は森達也監督にですね、おいただきまして、この学術問題に対する、映画人22名での、抗議声明文を出され、呼び立てをされたですね、監督においただいてお話をまずはお聞きしたいと思っています。それでは原口大統領からご挨拶をお願いいたします。今日本当にありがとうございます。森監督に心から感謝を申し上げたいと思います。望月さんの映画にも僕も映り込んでるということで、ぜひ拝見させていただきたいと思います。もう本当に多くの方々がお声を上げていただく中で、森監督がこうして、声を集めてくださる、本当にありがたいことだと思います。まさに、自由そのものが侵されているというふうに思いますので、今日短い時間でございますが、お話を伺って、そして、多くの国民の皆さんとの連帯につなげていきたいというふうに思います。心からお礼を申し上げて、冒頭の挨拶に変えます。どうぞよろしくお願いします。それでは森達也監督の方からですね、おおむね20分程度ですね、めどにお話をいただいて、その後議員の皆様から、ご質問、質疑をさせていただきたいと思います。それでは監督、よろしくお願いいたします。こんにちは、森達也と言います。今原口さんがちょっと言及してくれた僕の、一番新しい映画ですね、愛新聞記者ドキュメントという映画を撮ってたのが、2018年の8月まで、19年の8月、だから去年のちょうど今頃は編集に入ったぐらいで、だからその前撮ってたんで、ここも何度か来てますね。だから、ここでヒアリング、ヒアリングじゃなかったかな、何らかの会合があった時に、それを取材している望月磯子記者を僕がカメラで撮るということをその辺りでやってました。だからその時には1年後にまさか今こういう形でこの椅子に自分が座ってるとは全く想像もしなかったんですけど、そもそもが2日前かな、メールいただいて、ちょっと国会に来てもらえないかっていうので、あまり深く考えずに、時間が都合つくんなら僕が空いてればいいですよみたいな感じで、なんかここに来たらこういうことなのかってやっと理解したみたいな感じで、いろいろ仕事柄舞台挨拶とかね、そうしたことは、あとはもちろん取材もいろいろ受けたりもしてるんですけど、ちょっとこういう形は初めてで、恐縮しながら緊張しながら喋ります。そもそもが、呼ばれた理由は声明を出した一人だからですね。映画監督あるいは脚本家プロデューサー22人、これがまず声明を、要するに、今回の日本学術会議の任命拒否の問題で、声明を出しました。最初に言い出したのは僕じゃありません。井上純一という脚本家兼監督、彼がちょっとこれはいくらなんでもということで何人かに声をかけて、声をかけられた一人が僕だったので、僕自身も、テレビでニュースを見ながらちょっとこれはいくらなんでもと思っていたので、正直こういう場で発言するってことは得意じゃありません。僕たちはやっぱり映画を撮るという、あるいは文章でもいいんですけれど、つまり間接話法で世界について、世の中について、社会について、どうやったらそれを描写できるのか、どうやったら問題提起できるのかってことを日々やってますので、あまり直接的な表現はしたくない。平和は尊い、これはスローガンですよね。当たり前です。でそれをスローガンで口にしても仕方がない。僕たちはそれをどうやって表現するのか、この紙コップの中にどうやってその平和が尊いということを、メタファーですね、表すことができるか、そういう脚本を書いたり被写体を見つけたり編集をしたりってことを日々やってるので、直接的な表現ってなかなか苦手なんですね。でも今回はちょっとさすがにと、いくらなんでもという思いは僕にもあったし、飯田しっぺの井上純一にもあったし、僕がすぐ連絡した是枝裕和にもあったし、全員でもうこれはすぐに何かやるべきだろうと、声明出すべきだろうということで、本当はもっともっと集めたかったんですよね。ただちょっと時間がない、じっくり集めてたら時間がどんどん過ぎるので、
まあ、多分本気で集めたらもう 2,3 日やってたら100人ぐらいすぐ行ったと思いますけれど、とりあえず22人の名前で声明を出しました。ちょっといくらなんでもと思った理由、ここまで露骨にやるのかと、明け透けなのかと、何ら抑制がない、後ろめたさがない、隠そうともしない、で理由を聞かれても答えない、ごまかせよと、なんか違う言葉使って、それすらもない、もう胸張って やっている。菅さんはまあ安倍政権を踏襲すると、と言いながらまあ前例を踏襲しないという、ちょっとどっちなんだろうと思うんだけれど、まあそういう言い方してますけれど、少なくともまあアカデミズムに対してのいろんな形での干渉っていうのは安倍政権時代からかなり露骨になってきました。国公立大学に対しての補助金という言い方でいいのかな、それのまあ減額、まあ毎年のように減額してますよね。で減額しながらなおかつ、いわゆる軍事技術協力課、防衛庁のあれは防衛装備庁ですね、そこが中心になって、それに対しての、補助はすると、まあ、そういう形で餌をまく、 でもそれに対して学術会議はずっと、まあ取り手となって断り続けるっていう構図がずっとあったわけですけれど、本当に今困窮してます。で僕はあの大学でも教えてますから、だからそれはよく分かります。本当に今予算が特に人文系社会科学系は減らされてますね。理系の方はもっともっとお金使うからさらに大変です。だから非常に今研究者たちが苦慮しています。でこういう時にやっぱりね、多額の補助金であったりとか研究費をちらつかせられればそこに行きたくなってしまう。でもやっぱりそれは日本だけじゃないですね。あのマンハッタン計画であったりとか、やっぱりそれは科学のいろんな暗黒の歴史があるわけなので、それを振り返りながら噛み締めながら必死にこらえてきている安倍政権時代、そういう時代だったと思います。まあ、だからこそね、日本学術会議という存在はとても大切だと思ってます。でもそこが標的にされた、6人任命拒否をされた。でその理由は問われると、理由は答えずに俯瞰的総合的に判断しましたと。でその下の根も乾かないうちに私は見てません。俯瞰ってのは上から見ることです。上から見ながら私見てませんっていう、もうわけのわからない日本語。特に安倍政権以降、僕は政治家ってやっぱり言葉の仕事だと思います。言葉がとても大切です。どんな言葉を使って国民に納得してもらうのか、国民に伝えるのか、国民の同意を得るのか、一番大事なはずです。その言葉がどんどん荒廃してる。僕たち、まあ、映画監督が声を上げた理由のもう一つ、歴史があるからです。例えばアメリカではレッドパージがありました。トルーマンドクトリンですね。まあ、これを機に冷戦構造が一層激しくなって、アメリカでは共産主義、あるいは共産主義的な考えを持つもの、その思想に親和性があるもの、これがどんどんパージされていきます。で、みんなこうあの議会に呼ばれて、そこで自分は共産思想とは何の関わりもないと、まあ、それを証言しなければいけない。アメリカは憲法修正第一条で思想信条の自由を、保障しています。何らこれ違法行為じゃないんです。だって共産党あるんですよ、アメリカにも。でもそれを、まあ、違法であるかのように見なす風潮がどんどん高まってきた。でその結果としてマッカーシズムですね、いろんな人が特に学者あるいは表現者がやり玉に挙げられます。で特に標的にされたのがハリウッドです。つまり影響力が大きいということで、たくさんの映画監督、脚本家、プロデューサーが、証人として呼ばれて宣誓することを要請され、断った者は職を追われました。職を追われた人たち、まあ一番著名なのがハリウッド10というね、10人います。その一人ダルトン・トランボは、その後に名前を変えて偽名を使ってローマの休日とかスパルタカスの脚本を書いて、その後にはジョニーは戦場行ったという、僕も高校時代に見ました、もうすごい名作反戦映画です。それを
脚本書いて監督しています。不屈の男ですね。彼は共産党員でした。それを隠そうともしなかった。まあ、今アメリカではね、このレッドパージについてはとにかく負の歴史、自分たち、まあ為政者あるいは国民の集団ヒステリー、誤りだったという認識が前提になっています。でもこれ結果としてたくさんの人が仕事ができなくなりました。だからダルトン・トランボのように復帰した人もいるけれど復帰できなかった人もたくさんいます。あるいはエリア火山とかね、彼は要するにもう、寝返ったわけですね、いろいろこうリークしてしまって、でその結果として彼は監督の地位を保つことはできたけれどハリウッドからは冷遇されます。あるいはチャップリン、彼は国外追放ですね。だからそうした負の歴史がある。でこの時代日本も同じです。日本でもやっぱり赤狩りはありました。でたくさんの映画監督たちが実は仕事できなくなっています。だからその歴史があるんです。僕たちはそれ知ってます。今回まず最初に6人の任命拒否と聞いたときにふと思いついたのがクメール・ルージュです。カンボジアのポルポトが率いるクメール・ルージュ、まあ彼らは虐殺を自分たちの国民に対して行って、一説には国民の3分の1を殺したと言われてますね。でそのクメール・ルージュがまず標的にしたのがアカデミズムの人たちです。大学の教員あるいは大学生、高校の教師、範囲がどんどん広がります。最後には文字を書ける人、眼鏡をしている人、これも全部要するに標的となって、ブノンペンのS21 というね、3年前僕も行きました。そこにそこに連れて行かれてそこで殺されています。なぜいわゆる知識層を殺そうとしたのか、まあ原始共産制を目指したクメール・ルージュは特に愚民化政策だから国民をどんどんそういった余計な情報知識はない方がいいんだと、おそらくはそういう方針で、まだ全貌明らかになってませんけれど、知識層を弾圧し迫害し殺していったんだと思います。まあでも今考えれば、今歴史を見れば40年前ですけどね、そんな昔じゃないけれど、なんでここまでできたのか。銀行も閉鎖、学校も閉鎖、自由恋愛も禁止、なんでここまでやるのかと、バカじゃないかと、どうしちゃったんだよと思います。あるいはホロコースト、これだってそうですね。最初はユダヤ人のマダガスカル移住計画であったりとかね、徐々に始まってます。あるいは共産主義思想を持つ者に対しての弾圧がその残次的に行われていたりとか、やっぱ段階があるんです。でもやがては600万人のユダヤ人をあの時代に収容所に入れて熱狂的に殺しまくった。普通だったらもっと他の労働力に使うとかそういう発想もない、ただまあ民族浄化、その1年に取り憑かれている、なんでここまでできるんだろうと今は思います。でも多分当時の人はそう思ってなかった。人間って順知能力強いんです。順知って分かりますか、慣れることですね。環境に慣れちゃうんです。適応しやすいんです。逆に言えば人間ってそれが強いからこそここまで繁栄できました。熱帯雨林にも暮らしてます。北極圏にも暮らしてます。こんな生き物他にいないですよ。まあ、強いて例外を挙げれば犬ですね。犬はだから人間と共に暮らしてきてずっと品種改良されてきたから極めて適応力が強い生き物になった。他はまずいないでしょうね。適応力が強いってことは順知能力強いということです。環境に自分を合わせるんです。ってことは環境に対しての違和感を持たなくなってしまう。最初はあれおかしいなと思っても声を上げないうちにどんどんそれが当然になっていく。特にこの国はその傾向が強いです。菅さんがなぜ理由言わないのか、まあ理由言えるはずないだろうとは思います。でもじゃあごまかしようはあったと思う。ごまかすことすらもしない、抜け抜けと見てなかったと言って二転三転して、でおそらく時間切れ狙ってるんだろうなと、まあ、だからそれは森友加計桜全部そうですね、全てすっきりできてない、何も分かっていない。でも時間が過ぎると社会は関心を失い、メディアも興味を失い、で結果としてなかったことになってしまう。まあ
見事に踏襲してますね、そういう意味ではね。だからまあこれもおそらく時間切れ狙ってるんでしょう。確か声明文についてニューズウィークにちょっと僕も書いたんですけど、その最後の方でおそらくあと 4,5 日すれば社会は関心を失い、メディアもこれ今のような報道はしなくなるだろうって書いたけど、もう一昨日あたりからほとんど報道が減ってきています。でもダメです、これ忘れちゃう、さすがにこれはやっぱり明らかにゆでガエルの理論で言ったら5度ぐらい温度上がってます。この温度に慣れちゃダメなんです。安倍政権、まあ、この8年間やっぱり相当変わりました。この国は僕ら映画を撮ったり発表したり文章を書いたりする立場からしてもいろいろ勝手とは10年前とは随分違ったなという意識があります。おそらくメディアの世界、記者の方々皆さんもそれはどっかで感じてるんじゃないでしょうか。なんか言いづらい、なんか書きづらい、なんか表現しづらい、これは今ここで声をもっと上げなければさらに加速します。それはもう歴史が証明している。だから今から50年後100年後振り返って、なんで日本はあの時あんなことしたんだろうと、ちょうど今僕がナチスドイツであったりクメールルージュであったりに対してなんでこんなことできたのと思うのと同じようにね。だってそれは僕たちは勝手やってるわけですよ、昭和の初めに。なんであんな戦争を起こしたのか、でもそれもしっかりと解明できてないまま戦後75年経つけど、僕たちはあの戦争を未だきちんと検証できてません。なんで僕は断定できるのか、あの戦争に固有名詞がないんです。先の大戦ってみんな言うでしょ、政治家も皇族も。つまり抽象名詞しかつけれない。名詞はありますよ、大東亜戦争とかアジア太平洋戦争とか15年戦争とか、でもこれを言葉にするときに自分のイデオロギーがなんか付着してしまうから言いづらい。で結果として公式の場では先の大戦、こんな異常な事態ないですよ。つまりあの戦争をきちんと検証できてない。なぜあれが始まったのか、どのようなメカニズムだったのか、誰の責任があるのか、そのまま75年来てる。でその延長にあるのが現在、歴史を顧みない、振り返らない、その結果として自分たちの過ちに気づけない、その状況がどんどん加速していると思います。だからこそ、映画監督たちは、まあ、井上純一とも確認したんですけど、こうなったら第2弾第3弾もっとたくさんの人間でやるよと言ってます。その覚悟はあります。以上です、ご清聴ありがとうございます。映画監督本当にありがとうございます。それでは皆様の方から、じゃあ言うの、すみません、今日はありがとうございます。新聞記者も見させていただきましてありがとうございます。ぜひ私もずっと機会があれば伺いたかったんですが、まあ、ここにも次にその牙はどこに向けられるのでしょうかという、ね、印象的なフレーズが書いてあるんですが、ぜひ今の表現者の立場でお感じになられていることを改めて伺いたいのは、私自身は実は次は普通の国民一人一人の国民じゃないかと非常に心配していて、例えば官邸前デモとかも私も行くんですけど、皆さんと一緒にああいうところでデモしてても本当に何か理由をつけてですね、今3密回避とかね、もうできなくなったり弾圧されたり、そういう日がもう本当に遠からず5度上がって次は何度なんだというのも聞きたいんですけど来るんじゃないかというふうに思ってまして、まあ香港 のデモしたら逮捕されるとか、ああいうの対岸の火事じゃないと思うんですね。でそういうところに対する危機感というのがなかなかまだ一般の皆さんに伝わってなくて、まあまあちょっとその学者さんのことでしょうというふうにやっぱり私地元回ってても感じるんですね。そうじゃないんだと、次はもう私たち一人一人なんだということをどうやって皆さんに自分のこととして捉えていただけるのか、そのあたりをもう少しお聞かせいただければと思うんですが。それ今ここで僕が回答できたら政治家になってますよね。まあやっぱり僕たちはそれを表現でどのように伝えられるかっていうね、もちろんそれだけじゃないですよ、恋愛映画も撮ったりもするし、いろんな映画を作りあるいは文章を書いたりしてますけれど、でもまあやっぱり歴史を知ることだと思うんですね。つまり、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれど、歴史は何のためにあるのか、自分たちの過ちを知って二度と過ちを繰り返さないために僕は歴史を学ぶんだと思ってます。でそこにやっぱり歴史を学ぶ意義があるんですけれど、特に今
この10年ぐらいかな、日本ではね、いわゆる自虐史観的なものがとても強くこう前面に出てきて、自分たちの過ちを口にすることが自虐史観であると、でそれは認めないみたいな傾向がとても強くなってきている。だからメディアももちろん大切だし、教育ももちろん大切です。で特にやっぱり教育における歴史観、特に近現代史ですよね、これをもう少しきちんと学んでほしい。ただ当然ながら国民の間でもその近現代史をめぐって今議論が盛んに出てきて、なかなかね自由に教科書会社も作れないみたいな、そういう状況になってしまってるってことは同時にあるわけですけど、だからクリアしなければいけない問題いくつもあります。あとはやっぱりメディアですね。だからある意味で市場原理なんです、メディアは。今日ここに来てる方々も皆さんもね、いろんなまあ社、もしテレビがいるんだったらテレビ局もそうですし、出版社もそうです、みんな営利企業です。ということは視聴率を取らなきゃいけない、部数を伸ばさなければいけない、でそのためには国民の関心がある方向に向かうって、これは仕方がない、仕方がないけど、メディアの場合僕はもう一つやっぱりジャーナリズムの原則もあると思います。国民が今は関心を持たないけど、これは知らなきゃいけないんだと、あるいは自分が感じた怒り、悲しみ、憤り、それをどうやって記事にするのか、映像にするのか、それはやっぱり市場原理とはまた別の論理で自分たちを支えなければいけないメカニズムだと僕は思ってるんです。僕がかってテレビやってたところはそう多少ありました。今本当にないです、そちらが消えてます。市場原理だけになってしまってるってことはもう視聴率部数なんですよね。だからまあ、今極論言ってます。もちろん歯ぎしりしてる人たくさん僕は知ってますけれど、メディアの中にももう少しね、もうちょっとこれは国民が今関心持たない、あるいは視聴率が来ないかもしれない、でもこれはやっぱりやるべきだっていう気概をかってあったはずだから取り戻してほしいなと思っています。その他いかがですか。じゃあ今井さんお願いします。あ、すみません、どうもありがとうございました。今回の事案というのは、安倍政権下で行われたことの延長線上だと思うんですね。その内閣法制局の件もそうですし、検事司法の線もそうなんですけども、NHK の人事にも首を突っ込んであるとか、いろんなところでやってきて、今度また同じようなことが今度は学術の世界で起きたということなんですけども、今までこうそういうことは繰り返されている中で、今回この学術会議の問題が出て、ここでその声を出さなきゃいけないっていうふうに思われたっていうのは、今までのケースと今回のケースがどう違うのか、どうしてこのタイミングだったのかっていうのをちょっと教えていただきたいと思います。先ほどちょっと言ったことと重複する部分もありますけど、でもやっぱり何と言ってもここまで露骨かっていうの大きいですね。だから偽装の気配すらない、だからもう悪びれてない、胸張ってやってる。当然自分が言うんだからこれはみんなこの通りにしろという姿勢が透けて見える。ちょっとこれまでとは違うと、さすがにこれまではどっかでこうね、もみ出しながら、あるいはちょっと隠しながら、当然ですよ、もみ出したり隠したりしたからいいってわけじゃもちろんないですよ。そもそもがダメなんだ、そもそもダメなんだけど、それを隠そうとする気配がないってことにやっぱり一番びっくりしましたね。ってことはやっぱり政権の中でももうここまでいけるっていう意識がより強化されてしまってるってことなんだろうなと思うんです。ずっと考えていたのは、安倍さんはある意味でおみこしで、菅さんがそのエンジン、駆動力、そんな感じかなと思ってました。僕はそんなに精通してないからなんとなくイメージですけど、でおみこしがいなくなったから、じゃあエンジンも少しは冷却するんだろうと思ったら逆でしたね。軽くなったら今度はもうエンジンが全開になってしまって、しかもエンジンですから、極めて機械的です、当たり前ですけど、もしかしたら安倍さんの時代にはね、安倍さんはやっぱりイデオロギーなので、そういう意味ではためらいがあったりとかしたんですけど、そういうものもほとんどなくなってしまってるってことは、より加速するぞと、そういう危機感を持ちました。じゃあ監督、私の方からなんですけど、今回あれですね、この映画の映画人の皆様22名、
声を上げてくださったわけですけれども、さあ去りながら今監督おっしゃったようにですね、映画の世界もまあ営利とか、まあ商業的なものってあるわけで、でこの学術会議の拒否に対してやはり憤りを持った違和感を持った人でもやっぱ手を挙げづらいっていう空気感はあるのか、またちょっと声かけてもこの人はちょっと声を上げられないだろうなという、そういうこうなんと具体的な感覚ってあるもんなんですか。映画人だったらやっぱり皆さん手を挙げられるもんなんですか。いや僕も挙げづらいんですっていうのは、やっぱり先ほど言いましたようにあまり政治的な発言したくないんですね。つまり表現の場僕たちは持ってますから、そこでやればいいだけのことで、こういう場に出てきてこういうストレートな言葉を使うっていうのは今この瞬間も僕も非常にこう居心地悪いです。でも言わなきゃいけないってことで、っていうか2日前に言われてますが、こんなことになってると思わずに来ちゃったっていうのもあるんですけど、まあだからもう来ちゃったらしょうがないと思って喋ってますけど、でもやっぱり他の映画監督たちの中にはなかなか言えない、ちょっとやっぱりそういうふうな言葉遣いはしたくないみたいなね、人はたくさんいる。その気持ちはよくわかりますし、実際に僕もまあ例えばアメリカがアフガンにタリバン殲滅のために2002年ですよね、武力侵攻した時にちょうど山形ドキュメンタリー映画祭で是枝さんと一緒だったんだけど、でその時に声明の文が回ってきて、アメリカに反対の声を上げようって映画監督たち、世界中のドキュメンタリストが集まってますから、あの時山形に、だからそういうチラシが回ってきたけど、僕と是枝さんはパスしましたね。その時は、ね、2人でまあちょっとやっぱりこういうことはしたくないよねっていう、だからそういうなかなか踏ん切りはつかないです普段は。でも今回はやっぱそういう意味ではいくら何でもと思う人が、まあ、僕や井上純一以外にも新井春彦とか、白石浩二とかたくさんいたということです。ありがとうございます。では原口さん、小西君と。では本当にありがとうございます。ちょうど太平洋戦争の検証を やるのを読売新聞がやって、検証戦争責任、あの時も一番最初に奪われたのが言葉、言葉を奪いに来てた。で、次にそれと同時に表現っていうのを今度奪いに来た。で、まさに監督は表現者でいらっしゃる。この表現の世界での不自由さっていうか表現しづらさ、そこにも少し言及いただけるとありがたいなと思うんです。今何が表現の世界で起きてるか。私の子供も音楽やってるんですけど、音楽の世界でもやっぱりいろんなものがこう抑圧を感じるっていう人が出てきた。それはやっぱりこの空気みたいなものなのか、それともあからさまな何かなのか。空気ですよね、まあ、場と言ってもいいけれど、それが非常に強い国です、ここはね。それは安倍晋也さんだったりとかね、深沢七郎さんであったりとか、まあ、場とか空気って言い方、いろんな言い方しますけれど、大学で教えてますで、まあ、留学生もいます。中国とか、最近中国多いんですよ、韓国とか、まあ、ヨーロッパも来てます。で、彼らがよく質問されます。記者会見、テレビなんかで謝罪会見ありますよね。芸能人が不倫したとか、企業の不祥事があったとかで、みんなが集まってこうお辞儀をして謝罪する、申し訳ありませんでしたと頭を下げる、カメラに向かって、あれ誰に謝ってんですかって聞かれます。離婚したこの女性は僕に謝ってんですか。いや、そうじゃない、あれはまあカメラに向かって謝る、つまりこの空気に向かって謝ってるんだって言い方をするしかないんですけれど、全く納得できないって感じですね。ああいう記者会見は、まあ、中国でも韓国でも欧米でもありえないです。だから非常にこの国独特のものですね。ですから政治的な、まあ、干渉圧力以前に、そうしたことがとても強い国です。みんなが右に行くから自分も右に行く、みんなが左に行くから自分も左に行くと、で要するに多数派に迎合しやすい、同調圧力も強い。だからそうしたことがやっぱりこの10年そもそも強かったんだけど、特に今強くなってる。それは強い人に従っていこう、大きなものについていこうという傾向がとても強くなってるからじゃないかと思います。まあ、だからそれは、まあ、かって僕もテレビの世界にいましたから、テレビでもたくさんね、放送してはいけないこと、あるいは放送しづらいことたくさんありました。まあ、それでまあ映画の方を始めたわけですけど、今映画もかなりそうなってます。それはまさしくさっき僕がメディアの方に対して市場原理って言葉を使ったけど、映画も同じです。
もうこんな映画こんなテーマじゃ当たらない、誰も見に来ない、もっともっとアニメ系もしくは、ジャニーズの誰か使ってよ、吉本の誰かでもいいよっていうね、これはもう今の映画の世界でもそうなってます。だから、同世代の監督たちみんなもうため息ついてます。なかなか企画が通らない。だから世界的に今日本の映画ほとんど競争力を持てなくなってますよね。国内ではそういうのに受けるのかもしれないけど、まあだからまずはやっぱりその政治的圧力はもちろんですけれど、それ以前にこの日本という国のこの空気場っていうものをね変えた方がいいと思う。そう簡単に変わるもんじゃないと思うけど、じゃあどうやったら変えればいいですかって、僕は子がもっと強くなること、一人一人がもう少し自分の意思を示すこと、それができるようになれば社会は随分風通し良くなるんじゃないかと思います。原口さんごめんなさい、これはもう長時間喋んなきゃいけないからもうここでやめます。横西君 の、 あの質問で最後にさせてもらいます。今日は本当にありがとうございました。今起きていることを国民にどういうふうに伝えたらいいのか、初めに猪木さんの質問とかぶってあれなんですけれども、やってることは野蛮行為であり狂気の沙汰のようなことを平気でやっております。で、違憲違法行為は安倍政権から続いていたんですが、今もっとすごいことが起きてまして、何が起きているかというと、その法律を作った時の法令の解釈の文書、内閣法制局が審査するそういう文書を出せと言っても出さないんです。もう1ヶ月近く出してきません。であるいは今どういう解釈を持っているのかと尋ねても解釈、政府の考え方を説明しないんです。でこの2点については安倍政権は言えば資料はすぐ出しました。で解釈は、まあ、デタラメな解釈ですけど彼らなりの説明は考えは述べていたんです。で安倍政権がやってたことはそれに対する説明拒否、そのあんた方が言ってる解釈とかっておかしいじゃないかって、それに追及に対してはいわゆるご飯論法などで説明拒否をしていたんですが、今の菅政権というのは資料も出さない、自分たちの考え方も見せない、でそれでもう平気で我々国会議員に対して、まあ、やってきているというような現状のところまで、まあ、ある意味行き着くところまで行って、まあ、私正直身の毛がよだつような思いをしているんですが、まあ、官僚というよりはそれをやらしている権力に対して、ですのでこういうことが今起きているということを国民に恐ろしいことが起きようとして、で私も香港と同じようなことが日本でも起きますよ、あるいは戦前のようなことが起きますよと言ってもなかなかうまく伝わらない、何かこう一言でといいますか、こういう世界が起きようとし生じようとしているというようなことがもしありましたら申し訳ございません。本来政治家の仕事なんですけれども、銀鉢欲しくなりますね僕もね。本当ご飯論法懐かしいですね。こうなるともう朝食食べましたか、食べてません、食べたような気はしますとか、もう本当にそのレベルになっちゃってて、小学生がもしこのニュースこの流れを見ていたらこんな嘘をつく人が総理大臣に なれるんだって思いますよね。どうすればいいのかっていうのはやっぱりもうだってどう考えても火はあちら側にあります。あちら側って言い方やだけど火はやっぱり菅さんと官邸にあるわけですから、こっちはやっぱりもう正論を言い続けるしかないし、答えてくださいと、あるいはじゃあ説明してください、極めて当たり前のことですよね。まあ、だから今なかなか材料が出てこないし、今日のこれだってどこまでニュースにしてくれるかわからないけど、まあ、国会がもうすぐ始まりますし、そこで諦めないでください。で多分皆さんにまた今度は批判がたくさん来ます。それはもう僕だって今散々批判されてますし、もう中共の工作員とかネットで散々書かれてます。中国なんてとんでもないと僕は思ってるんだけど、そういうことになっちゃうのねとは思いますけど、で多分それは皆さんにも及ぶと思います。てか普段から皆さんはそういうきっとね散々体験されてるんだろうけど、僕は言うまでもないかもしれない、でもひるまないでください、臆さないでください、もうとにかく、どちらが正しいかそれはもう誰の目から見ても明らかなんですから、どんどん質問してください。僕からお願いです。森監督、本当に我々が励まされるようなそんな思いでした。ありがとうございます。それではこの後ですね、内閣府、法制局に入ってもらいまして、質疑を監督もいらっしゃるようでしたらいらっしゃって今の政府とのやり取りをちょっと聞いておいていただければと思います。お願いします。
はい、それではですね、まず前回ですね、の宿題ということで、前回 の、 岡田先生の資料をお持ちですかね。これ岡田先生からの質問で、まあ、1つ目から聞きますけれども、平成30年11月13日付の内閣府、日本学術会議事務局が作成したの内部文書は会長が承認した文書ですかと、それはそうですとお答えになりました。次に事務局長が承認した文書か、文書作成の起案者、決裁者は誰かと。でその時にですね、昨日です、おととい、当時の、その起案から決裁されるまでのですね、事務局長に上がるまでの経緯、これを、教えてくださいと。そしたら参事官の方からは、今ちょっとすぐにはということで、じゃあ次回までに、それを説明する、まあ、文書で出していただきたいと申し上げておったんですが、この平成30年ペーパー、これが作られるまでの経緯、説明していただけますか。事務局長決裁ですよね、これね。3時間聞こえてますか。そっちか。あ、ごめん、そっちか。ごめんなさい。3時間じゃない、課長だ。この文書につきましては、当時の担当者が作成をしまして、事務局長まで了解を得たものというふうに承知してございます。だからその担当者が、まあ、個人名はともかく、どういう立場の方で、その事務局長に上がるまでっていうのは、どういう決裁ラインだったのか。決裁文書は何ですか。当時の担当者が作成をしまして、口頭で事務局長まで了解を得たものというふうに承知しております。決裁文書はないけど、当時の担当者が作成をし、繰り返しになりますけれども、担当者が作成をし、事務局長まで口頭で了解を得たものというふうに理解しております。ちょっと待って、文書があんだけのものできてるわけですよ。ちょっと今手元にないけど10ページぐらいの、あれなり担当者がもう作っちゃって、口頭ってことはあるでしょ。そのできたものを指し示しながらいいですかってやったって意味ですか。学術会議事務局として作成しているものでございまして、まあ、途中段階でも当然事務局長までそこはお話をしながら作成しているものと理解はしております。だってこれ法制局と詰めた文書だって言ってるわけですね。法制局と愛義してるんですよ。で法制局はそのあれです、愛義文書持ってますよね。これ持ってるって確認してますけど持ってますよね。平成30年文書の時の愛義の文書ってありますよね。事務局もあるわけでしょ。法制局は一義的に内閣府の、まあ、許可がないと出せないって言ってるわけだ。持ってますでしょ、法制局との愛義の文書は。文書はございます。はい、先生、私もよろしいですか。どうぞ。そのまずちょっと作成のことで、前回すみません私出席してなかったので質問があったらごめんなさい、ダブるんですけど、どういう経緯で何を目的に作成することとなったのか、そこをまず知りたいんですけれども。前回の平成29年のですね、会員の半数改選の後ですね、今回のこの半数改選に向けまして、非任命者数よりも多いその、候補者を推薦することについて、推薦と任命の関係 の、 法的な整理を行ったものというふうに理解してございます。今まで3年ごとにやってるわけで、その時にこんな会議なんかかけてないですよね。いや、だから検討の端緒は何だったんですかってことを聞いてるんです。検討の端緒は
り返しになりますけれども、平成29年、前回のその会員の半数改正の後に、今回のその半数改正に向けまして、非任命権者、任命者数よりも多いその候補者をまあ推薦することにつきまして、推薦と任命の関係、これをまあ法的な整理を行ったものというふうに理解してございます。学術会議から法的解釈を整理するように事務局は命じられたんですか。学術会議法は学術会議に解釈権があって、学術会議事務局は事務局だから解釈権は学術会議に準じるはずですけどもね、法的解釈の整理を学術会議から命じられたんですか。できませんけども、会議というか学術会議法のその考え方についてまあ法制局にお尋ねというか、だから学術会議から学術会議事務局は整理を法解釈の整理を命じられたのかということを聞いてるんですけど、会議からということではなく、事務局においてそういう検討というか行ったものです。宿題になってるけど、当時の山際会長ら、前回宿題になってますけど、当時の山際会長らには了解を取ってるんですか、こうした解釈を作ることについて、また作った解釈について山際会長らに説明や了解を取ってるんですか。山際会長には内容についてご報告をしているというふうに聞いてございます。それは当時ですか。おととい会長の承認を得たって言ったじゃないですか。平成30、この解釈を作った当時ですか。当時山際会長に説明をしたんですか。時期と詳細について現在確認中でございます。それ宿題になってますよ、前回。確認してください。それいつ山際会長に説明したのか。杉田和弘さんから、この法的解釈について愛議をするようにっていう指示が来たでしょ。その日にちを教えてください。あなた方が事務局内部で自発的にやったことじゃないでしょ。教えてください。杉田さんからこういう定員を増やして、そして自分らの裁量の余地を作るにはどうすればいいか考えろという指示が来ましたよね。その日にちと文章を出してください。いや、ちょっとこれ大事なことなんで。今の杉田副長官から指示があったというのは事実関係で間違いはないわけですか。そういう解釈を作るに関連する。ちょっと承知してございません。いやいや、承知してください。関連でどのその政治家からの指示を受けたんですか。学術会議担当の大臣もいれば、官邸担当の杉田副長官もいれば、官房長官総理大臣もいるんだけども、どの政治家の指示を受けて官僚組織の皆さんでこの解釈を作ったんですか。それは答えられるはずですよ。申し訳ございませんが、現在確認中ございまして、ちょっとお答えを差し控えさせていただきます。いや、だってそこにね、会議の文書があるわけだから、会議の文書があるということはそれを元になった文書もあるはずなんです。そんな時間切れを狙っても無理ですよ。いつかは出てくるわけだから。いいですか。だって内発的にやってないはずなんです。それ外からの指示でやったでしょ。そこぐらい答えてください。大変申し訳ございませんけれども、現在確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただければと思います。じゃあ、その解釈を誰の政治家の指示で作って、かつ作った後のどの政治家にその解釈を報告して了解を得たか、それを次回は必ず答えてください。どこの役所でも答えることです。私ね、これこの責任者として皆さんに申し上げますが、ここ公式の場でないと思って、いい加減な答えをいっぱいやっているというふうに思います。私たちは立法府にいるものであって、国民に代わって皆さんに聞いているわけで、このあと国会が開かれてもここも同じような場だということを認識してください。適当なことを言ってると、それこそその
国会の中での議論を持ちませんよ。文書あるでしょ。ね。その会議に至るまでの文書があるはずですよ。それを出しましょう。これ課長ね、確か2回目のヒアリングの時にからも宿題なんですよ。でこの平成30年ペーパーが出てきて、でまずそのきっかけは何ですかってところが始まって、そしたら課長はね、まあ、当時の担当者がわからない、誰がわからないとか、で私の方から言いまして、わずか2年前の話なんですから、担当者が誰かはすぐに確認すればわかるし、その人から聞いてくださいねと言うんでね、まあ、改めてですけど、とにかくこの文書が出来上がるまでというのは法制局も巻き込んで、しかも昭和58年の、政府答弁、ね、内閣法制局と詰めたあの解釈を、ね、ついて、まあ、解釈変更じゃないと言ってるけれども、相当重い中身なわけですから、そのいきさつね、こんなも事務局だけでその、発意するなんてことはできないはずですから、で今言って誰から誰にどういう、ね、要請があって、そこに見た杉田副長官が関与しているのか、政治家が関与しているのかも含めて、でその時にこの11月13日の、まあ、その前に法制局といつ会ったのか、それも法制局は記録あるわけですし、当然学術会議の事務局も記録あるわけですから、その記録も含めてですね、しっかりと次回まで出してください。課長、大丈夫ですか。確認させていただきます。でその時の担当者は誰か分かってるんでしょ。課長は分かってるんでしょ。課長、答えていいかどうかとかじゃなくて、分かってるんでしょ。担当者については控えさせていただければと思います。違う違う、名前聞いてるんで、担当者は誰か分かってるんでしょ。では、はい、承知しております。法制局が出した応接録に担当者の名前書いてますよ。当時の参事官と課長補佐の名前、別に隠す必要ないじゃないですか。こう、あの公務員なんですが。ちょっと待って、猪木君が顔した。じゃあすみません、前回ですね、黒岩代理が最後に言われたことで、ちょうど早稲田の岡田先生がね、任命決裁書を6日に来られていて、16日に梶田会長が菅総理にまさにこの要望書を正式に手渡されたわけです。話です、進めないで、はい、今この話。あ、こっち、うん、あ、じゃあ次の質問。すみません、この解釈の整理に関して、解釈17条の解釈を整理したいので、よろしいかと、整理してよろしいかということをまず学術会議に、諮らなければならないというふうに思うんですけれども、その決裁文書はあるんですか。で解釈が整理できましたと言って報告するという報告になると思うんですけれども、その確認と、あと解釈の整理文書を作ったので法制局に、解釈について相談をしてよろしいかという意思決定も、これ決裁の文書が必要になるというふうに思うんですけれども、その決裁文書はありますか。事実関係だけなのでね、そこは答えていただかないと。承知するのは山際会長に内容についてご報告したというところまででございまして、現時点でちょっと確認中でございます。それですね、行政のその公文書の管理とか、あるいは、公文書管理規則とか、さまざまな法令にのっとって仕事をされてるんでしょうから、おそらくその、解釈を整理してよろしいかという意思決定を求める、学術会議に意思決定を求める決裁文書、並びに法制局に、協議をするための意思決定をするための決裁文書、この2通はですね、絶対になくてはならない文書ですよ。そうでなければこの解釈整理文書というのは有効性を持ち得ないと思いますよ。うん、それちょっと明確にしていただけますか。
ないならないでいいですか。確認させていただければと思いますけれども、あの事務局においてこれは作成したものだというふうに、だから事務局において作成したものであったとしてもね、これ日本学術会議法なので、そうするとですね、あの学術会議としてのですね意思決定が必要なんですよ。法制局と協議するにしても、あの学術会議なんだから、そういう見解なんですか、政府が解釈できるという見解。つまりこれは内閣府としての文書ってことでなるわけですか。事務局の文書でございます。日本学術会議事務局の文書でございます。会長とかとは独立した事務局、内閣府の職員の中で作ったということでいいわけですか。クレジットが日本学術会議事務局となってございますので、事務局において作成したものというものでございます。拘束力のない考え方を整理した文書。いや、ちょっと話ずらさないで、その決裁書があるかないか、あなた全部紙見てきてるわけでしょ。そんなのこれから調べますんじゃなくて分かってるじゃないですか。そういう決裁書があるのかないのか答えられないですよ。今持ち帰るような話じゃないですって。今日が1回目じゃないんですから、なんでごまかすんですか。そこは答えてくださいよ。難しいこと聞いてないんです。そういう決裁書が存在しているかしてないかっていうのをお伺いしてるんです。当時の担当者が作成をし、あの事務局長まで、あの、まあ、口頭で、あの、ということは決裁書は存在してないんですか、それ以外には。あの決裁という形、文書であの作成したものではない、まあ、口頭で了解を得たものというふうに。これね、課長、今ね、もう本当はあれですよ、国論を巻き起こしてる話なんですよ。その担当の係長かなんかが、はい、作りましたと、そんな程度でね、これ解釈変更して6人の拒否しちゃってるんですよ。ありえないでしょ、こんなもん。まあそれ、まあ、とにかくね、もうこれやめてくださいよ。で、一昨日持ち帰って、で、次のってこと言ってんだから、明日これ2時からやりますから、で、今って既存の文書出してくださいって言ってんですよ。逆に今から作んないでね、変な文書。いや、あの法制局さんはですね、応接録に岩尾第一部長、近藤次長及び横畑長官にご相談済みという応接録を作っているわけですね。他方で内閣府、相談を持ちかける側がですね、法制局に相談するよという決裁文書がないなどというのはですね、ありえないんですよ。これ、あの他の役所に特に重要な法令の解釈について正式に法令解釈の相談を持ちかけるという意思決定をそのするにあたってですね、意思決定をするための決裁文書がないなどというのはちょっと考えられないと思うんですけどね。それはあるはずなんですよ。本件についてはあれかもしれないですけど、探してよ。一般論としてというかですね、あのその所管する法律についてあの分からない点等ありましたら、やはりあの法制局にあの相談、確認することはあの事務的にも行うことはあるというふうに理解してございます。いや、だから事務的に、あのこれは重要な解釈に関するですね、整理をされているわけですから、こんな大事なことをですね、よく分からないことがあるから、じゃあちょっと法制局に聞きましたっていう、そういう文書じゃないでしょ。課長ね、ちょっとこの場で約束してくださいよ。明日2時までにその決裁文書出していただけますか。関係文書全部出してください。そう、関係文書関係文書ね、関係文書。作成過程と法制局で、あと法制局はこの平成30年解釈文書を作った時 の資料があるそうですから、で内閣府がいいって言ったら出すそうなので、出す準備あるそうなので、それも一緒に出してください。あのこれ平成30年の解釈文書を作った時のその関係文書で、特にあのお互いどういうあの議論をしたかっていう、あの議事録を作るんですね、あの法令解釈の文書は。それは大体内閣府が審査を受ける内閣府が作って保存するんですけど、内閣法制局参事官からこういうコメントをもらった、こういう宿題をもらった、その、あの議事録も出してください。
関係の文書出せるものはすべて出してます。山際会長には口頭でっていうふうにおっしゃったんですけど、ごめんなさい、いつっていうのはお答えいただきましたっけ、いつ、あ、それも宿題、それも宿題、口頭でっていうのはお渡しして口頭で説明したの、口頭ではお渡ししてるの、これを山際会長にあの内容についてご報告をしたというふうに聞いてございます。それ以上のちょっと詳細についてはその内容についてはご報告をしたとするですね、文書もあるでしょう、当然。今そこでそうやってお話しできるのは、内容についてご報告をしたという行政文書が存在するから、そうお答えになられるわけですよね。それもくださいよ。そこにどんな報告をしたのかとかですね、多分書いてあるはずなんです。お願いしますよ。当然会議も口頭でやったわけじゃないですね。法制局については文書はございます。じゃあそれをください。今会議、何を会議したのかっていう、法制局は一義的にあなたがねお答えになるもんだということで持ってるけど出さないということだから、それは出せますよね。内容確認させていただければというふうに思います。ちょっと待ってください。確認するじゃなくて、あなた方はもうこういう暴挙をやってるわけだから、暴挙をやってる根拠となったものを教えてくださいと、僕らから言うと暴挙ですよ、ね、皆さんは、黒川さん、天然延長の時みたいに、口頭でやりましたみたいに言ってるけど、それは内容を確認するようなもんじゃないじゃないですか。会議の文書を出してください。課長も本当に、ね、来週から国会始まるんでね、そこ真剣に誠実にやってもらわないと困ります。だから明日までに出してください。いや、会議の文書は今でも出せるでしょ。そうだって、まあ、大丈夫ですね。課長、法解釈に関する文書を出さないのは安倍政権ですらなかったことですよ。こんなことやったら法治国家じゃなくなるんですよ。そのことをちゃんと政治にね、長官なり官房長官なり総理に伝えて、まあ、会長も明日2時ですんでね、あ、じゃあその会議場所はね、今日の夕方の、5時まで出してください。課長、会議場所あるって言ったんだから、法制局まず、ね、一歩でも進みましょう。夕方5時まで出してくださいね。返答ください。返答ください。内容確認させていただければというふうに思います。法制局は、じゃあ法制局から出していいって言ってくださいよ。一義的にあなたが答えるもんだっていうことでね、遠慮しておられるので、どうぞ出してくださいよ。そう、隠す話じゃないんですよ。情報を開示するっていうのは皆さんの務めですよ。これ国民の情報ですから。内閣府にある文書をですね、法制局に聞かないと出せませんっていう法的根拠を述べてくださいよ。情報公開法上の。すみません、ちょっともう一問岡田教授まで残ってるんで、今日5時まで出してくださいよ。ね、こうやってね、本当こう一日その日暮らしで伸ばしてくるのね、やめてくださいよ。昭和58年と平成16年の法制局審査資料も出してください。ずっとこの合同ヒアリングに要求してますよ。時間切れまでないかな。あ、そうだ。じゃあ分かりました。ちょっと今日5時までにその IT 文書出してください。それ出しますと言ってもらえないと、ちょっとこのまま渡してもらいますよ。少しですから、持ち帰らせさせていただければというふうに思います。それはね、あるけども確認しては、ね、上司 の判断を得ないと出せないと思う。夕方もう一回やらないとダメですよ。
ですね。誰に出すなって言われてるんですか。ずっと我々要求してるんですが、官房長、あるいは事務次官に出すなって言われてるんですか。あるいはその上の副長官や官房長官、総理に出すなって言われてるんですか。法令解釈に関する文書を国会に出すな、国会議員に出すなって誰に言われてるんですか。内容確認中ということでございまして、ちょっと遅れて私も官僚だから内容なんか1時間もあったら確認できますよ、パラパラめくって。法令解釈文書に個人情報なんかあるわけないですよ、まず。課長の直属の上司は誰ですか。そのぐらい答えられる。事務局長になります。事務局長も国会出てるですよね。はい、あ、事務局長あれですよ、いつでも説明来るって言って来てないですよ。じゃあ今日夕方5時にね、これもう一回やりますんで、うん、事務局長に来てもらわない。行政文書で特に意思決定に関わる文書はとても重要な文書になるわけですから、それは必ず存在するわけで、それを確認中ということを理由にですね提出しないというのはこれはありえない話でですね、そう、それはもうこれからもお戻りになられて文書を揃えてですね夕方までにご提出をいただかなければですね議論は前に進みませんよね。課長ね、これね、この平成30年ペーパーっていうのは中曽根総理総理答弁をひっくり返すあなたたち根拠になってるんですよ。だから課長もね必死になって隠そうとしてるんだろうけども、だからもうちょっと課長の手に負えないようですから、今日夕方5時までで事務局長のお忙しいようだから都合いつでもいいですよ。3時でも4時でも5時でも6時でも、でこの後帰られたらすぐにね、課長今日何時に来れるのか。事務局長はね今週我々が部長会議に行くときにとにかく国会だったらいつでも来るって言ったんですよ。そういったところでも方便を使わないでくださいとこのヒアリングで言われたと伝えてください。じゃあすいません、ちょっともう時間なんで岡田教授の、ちょっと宿題はまた次回にします。すいません、紹介しました。それでは監督すいません、なかなか話が進まずに、どうもありがとうございました。じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。あ、ですが今日もう一回やりますからね、課長くださいよ電話。いや質問収集に対する答弁書で国会議員の資料要求は国政調査権を背景とするものであって政府は誠実に対応しますということを閣議決定してるんですよ。過去あなたの態度はとても誠実だとは思えないけどね。あるないとかそういう返事はすぐしないと思いますよ。